バカ野郎つって、この野郎つって。ボケかツッコミどっちがいいかって言われたら僕はツッコミになりたいなと思っておりますね。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。そんでもってね、夜は違うもんにツッコんじゃったりなんかしてね。バカ野郎つってこれ。この空気誰か責任取れる人いたらすぐに名乗り出てください。というわけで今日の動画はですね、ゲームの週間売上ランキングを見てみんなでワイワイしようというそんな動画となっております。新作のゲームなんかも出ておりまして、それの売上はどうだったのか気になるところですよね。では早速ゲームの売上ランキング見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。刑事チャンネル的どうでもいいランキング。皆様からお題をいただきまして、どうでもいいことにどうでもいいランキングをつけるという無駄な時間を皆さん一緒に過ごしましょう。前回の週刊ゲーム売上ランキングのコメント、なんかね、お題もいくつかあったんですけど、なんかみんなしてね、ハゲてるハゲてる、ハゲだハゲだみたいなコメントめっちゃついてて、なんでなんだろう、どうしてと思って全然わかんなくて、この映像のせい、でも、ハゲてなかったしね、別にね。なんでだろう。で、日本全国の人ほとんどが、俺のことハゲてないと思ってるはずなんだけど、なんでなのかちょっと理由全然わかんない。見てる人みんな一気にハゲたとかそういうことなのかな。というわけで今日の、どうでもいいランキングは、こんなハゲ方は嫌だ、ベスト3。ハゲること自体は別に問題ないんですけど、こういうハゲ方だとちょっとね、きつくねっていうのはいくつかありますよね。ということで今回は、日本全国の刑事チャンネルってハゲてるんじゃねって思ってる人1億3000万人に聞いてまいりました。こんなハゲ方は嫌だベスト3。第3位。サンバイザーみたいになってる。夏とかね、日差しがね、こう防げていいよねとか、ここだけ日焼けしちゃったりして、バカやろって。第2位。フリーメイソンみたいになっている。最初なんか天津飯みたいでかっこいいかなって思ってたんだけど、関明夫のせいでもフリーメイソンにしか見えなくなっちゃって。剃ればいいじゃんって思うけど、それはそれでなんか呪いかかりそうで怖くて剃れないみたいなね。バカやろ。第1位。ハゲてないと言い張る。すっごい細くなっちゃってるね。もう見えないぐらい髪の毛細いだけで生えてはいるんだよみたいなことを言い張るみたいなね。俺その路線で行こうかな俺。というわけで、どうでもいいランキングは皆様のお題から成り立っております。今日の動画のコメント欄にですね、お題を書き込んでください。まあお題とは関係ないコメントを書いていただいても強引にお題に持っていくこともありますのでご了承ください。そして私刑事チャンネルは自分でもうハゲてきてるを押すキャラでいくのか、ハゲてきてるけども、いや、ハゲてないしって言い張るキャラで行くのか、キャラがまだ定まってません。温かい目で見守っていてください。では、ゲーム売上ランキングの話に戻っていきましょう。今回の集計期間、5月24日から5月30日となっております。PlayStation 4のバイオミュータントなんかが新発売だった週でございます。果たして、インディーゲーながらも注目の高かったこのゲームは一体どうなっていたのでしょうか。では、ランキング読み上げていきたいと思います。第10位、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド、売上本数8587本。第9位、ニンテンドースイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数8665本。第8位、ニンテンドースイッチ、桃太郎電鉄、昭和平成、令和も定番、売上本数10290本。第7位、PS4、バイオハザードビレッジ、売上本数10584本。第6位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト、売上本数11635本。第5位、ニンテンドースイッチ、ルーファクトリー5、売上本数12903本。第4位、リングフィットアドベンチャー、売上本数14057本。第3位、ニンテンドースイッチ、モンスターハンターライズ、売上本数23932本。第2位、初登場、プレイステーション4、バイオミュータント、売上本数24596本。第1位、ニンテンドースイッチ、ミートピア、売上本数34451本。となっております。さあ、ソフトの売り上げのお話をする前に、ハードの売り上げも見てみましょう。このようになっております。見ておいてください。読み上げません。で、スイッチは相変わらずといったところです。先週と大きな変化があるとしたなら、PS5。PS5 の売り上げが、週間で4万台近くになっております。その前の週はね、1万5000台ぐらいしか出てなかったので、一気に量が増えておりますね。4万台近く出てるのは、過去 PS5 の週間売り上げの中でも2位か3位ぐらいに入るぐらいの台数が出ておりましたね。結構こうなってくると買えたっていう人も増えてきてるんじゃないかなと思います。で、PS5 がこれだけ売れたからなのかどうかはわかりませんけれども、今週の29位、ランキング29位にデモンズソウルが入っております。まあ、とはいえパッケージで1607本っていうことなんで、すごい売れたっていうわけではないんですけれども、そういったような動きがあったよねといったところ。っていうかさ、この動画投稿した本日、今日も Amazon で販売してたんでしょうね。皆さん買えましたか、ね、そろそろみんなに行き渡り始めてほしいですよねといったところなんですが、ソフトの売り上げにも、話を戻していきましょう。
1位がミートピア。すごくね、嘘と思って。いや先週2位だったんだよね、ミートピアね。でまあミートピア、まあ初週まあ売れて、まあ次の週ぐっと下がるかな。いやいや下がらない。もうさ、3万4000本も売れて、これあれかな、コマーシャルでキング&プリンスがコマーシャル出てるから、それの効果かなね、なんてちょっとね感じております。まあミートピア自体の注目や訴求力っていうのも、ひょっとしたら動物の森可愛いよねって言って買った人たちにも結構訴求できるソフトなのかもしれないですよね。まあもちろんね、ぶつ森みたいにすごい売れるってわけではないにせよ、これでもすごいっすよね2週目で順位上げてきましたよ。そして第2位初登場、バイオミュータントが、俺これすごいなと思って。いやインディーゲーで結構注目はされてたけど、そもそもパッケージ1万本流通させないと思ってたんですよね。ところがどっこいこの結果ですよ。で消化率がね、消化率大体8割ぐらいっていったところでしょうか。で結構だからパッケージ消化できてるんですよ。注目度高かったですよね。ただしバイオミュータントは発売直前にメタスコアが低かったりとか、まあ、発売後もね、なんか翻訳とかなんかストーリーのね表現の仕方でちょっと評判が下がってしまったゲームではあるんですけれども、でも楽しんでる人はね、相当楽しんでると思います。ツイッターでバイオミュータントって検索するとね、みんな楽しんでるんですよね。ちなみに私もゲーム実況の方で動画を出しておりまして、楽しくプレイさせていただいております。まあ、とはいうもののね、ストーリーのあり方がやっぱり万人に勧められるようなゲームとはちょっと違うのかなという気はしますけれどもね。なのでまあこの動画見てる方の中でもバイオミュータントすごい注目してて楽しみにして、ね、買ったんだけど、ちょっと自分に合わなかったっていう思いをしてしまった人も中にはいるかもしれませんね。まあ、ちなみにちょっと余談なんですけれどもね、約束された神ゲーとかよく言われるじゃないですか。期待度の高いゲーム買ってみたらがっかりしたね、なんでそんな風になってしまうのかとか、そうならないためにはどういうゲーム選びをしていけばいいのかなみたいなね、ちょっとした雑談の動画をそのうち出しますもう撮影して編集も終わってるんだけれども、まあ、ちょっとねおまけの雑談的動画なんで来週のどっかで公開できるかもしれません。興味ある方いたらぜひ見てみてください。さあそして、ね、ランキングの話戻っていきましょう。第3位第4位とこの辺強いですよね。モンスターハンターライズは果たしてどこまで伸びていくんでしょうか。パッケージ222万本ですね今ね。リングフィットアドベンチャーもほんと落ちないね台数ね。そして第5位に先週1位だったルーンファクトリーが入っておりますね。ルーンファクトリー史上最高の滑り出しだった5なんですけれどもね、この後どれだけ売れているんでしょうか、気になるところです。そして7位にバイオハザードビレッジがまだまだ粘っております。 PS5 版もトータルが5万本を超えておりまして、じりじりと売れてますね。まあ、注目すべき部分はそんな感じの売り上げとなっておりますかね。さあではですね、来週のランキングはどうなってくるのか。今週発売されたゲームソフトの中で注目タイトルはあったかっていうところなんですけれども、有力のフロイライン、これもインディーのゲームなんですけれども、インディーゲーながらに注目度はまあまあ高かったゲームで、パッケージでスイッチと PS4 版どちらも出しておりますので、ひょっとしたらランキング入ってくるか来ないかギリギリのところかなというところ。まあいずれにしてもそんなにたくさんパッケージ流通しないと思うので、バイオミュータントほどはいかないかなとは思うんですけれども、どうなってくるかちょっと注目のところですね。であとはね、今週発売したゲームってパッケージ版のないものが多いんですよね。あ、 DC スーパーヒーローガールズ、これスイッチのゲームですけど、これパッケージあるのかな。まあ、それ以外はアスタロンとかウムランギジェネレーション、マイティーグースっていう、まあ、インディーゲーの発売が多かったかな。 PS4 では帰ってきた魔界村が PS4 版の発売っていうのもありましたけれども、なのでまあ来週のランキングの注目度としては、ちょっと評価の厳しかったバイオミュータントがどうなってくるのか、そして来週1位ミートピア死守できるのかどうか、この辺が気になるところになってくるかもしれませんね。そして PS5 の流通量はこれ以上増えていくのかいかないのかね。多かった次の週は PS5 の流通ちょっと少なくなるっていう、そういうこともありえるから、その辺の動向もねちょっと注目して見ていきたいななんて思っております。というわけで今日の動画はここまで、ぜひ皆さんどうでもいいランキングのコメントをお待ちしております。では次回また何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。